清洲駅は愛知県稲沢市北市城町小見にある東海旅客鉄道日本貨物鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA70。運行形態の詳細は東海道線を参照。初代清洲駅については東海港を参照。島式ホーム1面2線を有する地上駅である。駅舎は港内東側にあり、ホームとは 古戦橋で連絡している。これまでエレベーターやエスカレーター等は設置されていなかったが、ホーム、改札口間の移動をバリアフリー化するために、既存の古戦橋の北側に並行して新たな古戦橋および上下移動のためのエレベーターが計2機設置され、2010年2月より共用を開始した。既存の古戦橋にエレベーターを設置する工法は、 橋の強度などの観点から問題があり、構造上難しく、老朽化も目立っていることからと考えられる。また、旧来3両分の長さしかなかった上矢を4両分以上の長さに延伸する工事も同時に行われた。稲沢市による駅前広場や駐輪場の整備を含めた西口設置構想も存在するが、実現には至っていない。 東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で、尾張一宮駅が当駅を管理している。駅舎内部には JR 全線切符売り場や自動改札機、自動券売機などが置かれている。旅客列車などが通りホームがある伏線の他にも、名古屋駅と稲沢駅を結ぶ貨物列車専用の路線、稲沢線が旅客線の東側を通っている。 貨物の取り扱いの名残で、当駅付近でこの稲沢線から着発線や側線が数本分岐している。JR 貨物の駅は現在臨時車扱い貨物のみを取り扱っており、貨物列車の発着はなくなっている。最後まで使用されていた専用線は稲沢線から分岐し、道線東側に沿って南下し、電気化学工業名古屋サービスステーションへ続くものであった。 この路線はセメント輸送に使用され、2007年12月現在も200設備と共に残っている。1997年頃までは本線東側の駅北側にあった秩父セメントサービスステーションへ続く専用線も存在し、この路線もセメント輸送に使用されていた。また1984年頃までは稲沢線東側に沿って南下し、美和島駅近くにある。 キリンビール、名古屋工場へ続く 3km ほどの専用線もあり、原料の爆貨や製品輸送に使用されていた。稲沢市の統計によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。駅名は、清洲ではあるが、駅の所在地は稲沢市となり、駅のすぐ名古屋よりが、稲沢市と清洲市の境になる。なお名鉄名古屋本線の新清須駅は、 旧清志町に所在する。ありがとうございます。